アナスタシア・ガリエタは、ウクライナ出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーは、アビダン、ブラウン、アレクセイ・シュムスキーなど。2008から2009シーズンに、アレクセイ・シュムスキーとカップルを結成。2009年から2011年にかけて、世界ジュニア選手権に出場。ジュニアグランプリファイナルにも2度出場。2012年2月、シュムスキーとのカップルを解消。 2012年5月、国際スケート連盟からドーピング違反により2011年12月10日から2013年6月9日までの選手資格剥奪が発表された。このため、2011年のジュニアグランプリファイナルの成績は取り消しとなった。選手資格が回復し、2013から2014シーズンにアメリカ出身のアビガン・ブラウンとカップルを結成し、 シニアクラスへ行こう。ぜ、ぜ、ファイ、デシジョン・オブ・ザ・イエス・ユー・ディシプリナリー・コミッション、ウクライナ・オープンとして開催、ウクライナ選手で4位、全体で10位。ドーピング違反により、成績取り消しとなった。経歴の項目3章。ありがとうございます。